はい、これはね、ディープマインド、このジェミナイの発表で影にかすんでしまったんだけど、はい、これが発表する前にディープマインドがね、はい、ノーム、これノーム、うん、GNOME だから、ーノームとか、はい、ジノーム、これアメリカ人もね、どう発音するんだとか言うてたけど、ああ、そうですか。これ、うん、グノームか、ジノームか、ノームかって。でも、 あのー、読ませてみると、機械に読ませてみると、みんなノームと発音しますね。で、何か、ノームとは何かというと、ディープマインドの AI ツールで、ノーム、GNOME、これグラフ・ネットワークス・フォー・マテリアル・エクスプロレーション。アクロニウムだったんですか。うん。で、材料科学における、おいて重要な発見をしたという、そういう AI なんですよ。 で、これ何かっていうとですね、あの、新しい、220万個の新しい結晶構図を特定して、で、そんだけ特定するにはね、これ800年分の知識に相当するっていうんだけど、で、新しいね、今まで存在しないような化合物を探すという、そういう、これ AI で探すという、そういう、すで<は>、うん、にね、化合物っていうのは、ああ個体ね、 要するに何かこの原子があって、それが結晶構造をやってるわけじゃないですか。まあガラスは結晶じゃないけど、そうじゃない結晶構造ね。で、で、それって、まあ原子、原子の種類が何種類とか、まああってどういう配置がしてるとかいうのが今までいくたくさん見つかってるわけじゃないですか。ところがね、その今までにないような原子の配置、あの組み合わせっていうことはいくらでもできるわけじゃないですか。うんうん、だって原子って、 ねえ92種類もあるんだから、それをどう混ぜるか、重度がいくらでもあるわけね。で、ただそれで安定な結晶にならないとダメですよね。で、それは計算できるわけですよ。で、具体的にね、どうやるのかってね、これ結構難しい話なんやけど、まずね、あの原子をまあ決めるでしょ。例えばね、酸素と水素と窒素とか、まあ、まあ、仮に決めるでしょ。なら、これをどんな割合で うめるるかっていう可能性があるでしょでねそれでね計算してね今度はねエネルギーを計算するんだよ。でもうちょっとね分かりやすい例で2つだけを考えましょうね。例えばま,まあまあ仮に、ね、仮に鉄と銅を混ぜると、まあ、仮にしますねで。1対1に混ぜるか、ね、2対1に混ぜるか3対1に混ぜるか<ー> 10, 10対12に混ぜるかって十対十2だ10対13に混ぜるかいろいろあるじゃないですか。うん だから、X 軸方向にね、この鉄の割合と、に、う、と、ん、って、Y 軸方向に銅の割合って、まあ仮に取るとするじゃないですか。これ二次元平面ね。で、どっかの点取れば、鉄が何で銅が何ぼって決まるじゃないですか。うん、で、そういう,う、化合物があったときに、これのエネルギーがどのぐらいになるか。これは量子力学的な計算で計算するんや。なら、この、この三次元空間の中に、 点点点ができるわけじゃないですか。で、そこでね、安定な物,あの物質っていうのはね、コンベクスハルの中にあるじゃいう、コンベクスハルって日本語で言うとね、突法というのどんなもんかっていうと、こう、突多面体ね。例えば、あ立方体、えー、なんか突、突ですね。その中を突法というね、表面も含めてね。 だから逆に凸法じゃないのはこの凹んでるようなもんね。うん、例えばこのカップなんかね、ね、これなんか凹んでるか、これ。先生先生、カップがなんかボケてしまいます。ボケてしまいます。背景とみなされてまあまあ、まあ、背景とみなされ、はいはい。て。凹み部分は凸じゃないってことですね、うん。だから、あ、これは秋田の凸じゃないのよね。うん。だから焼きのるみたいな凸なわけですよ。うん、まあともかく今言ったね、三次元空間の中での凸法があった、その中は安定だと。 で,で、突方の外は不安定だけど、近ければ純安定だとか。うん、で、今はね、2個で言ったけどね、これね、例えば10種類の原子を混ぜたら、11次元空間になるわけじゃないですか。うん、こんなもん計算できませんよね。うん、でま、またかつね、10個混ぜるなんて実験もなかなかできないじゃないですか。うん、で、そういうものをね、力任せにやっていくと。うん うんで、やった結果ですね、38万1000個が安定だということが分かったということなんですよ。で、これがね、何がすごいかと言ったら、今までにない物質が作れて、うん、というかその性質が分かって、これが安定ならですね、ちょそういうものがあり得るわけですよ。 だからどう作るかって言うと、まあそういう原子を混ぜてね、まあ温度上げるとか何とかするんでしょうよ。で、温度を冷やしていけば、まあ安定な結晶構造になってきますよね。これが安定ならうまい結晶構造になるし、安定じゃなかったらならないしと。まあそうしてなんか物が、新しいものが作れるじゃないですか。なら今までにない物質が作れるから、これがね、まあ非常な役に立つかもしれんわけよ。立つっていう保証はないよ。うん。で、で、 これがな、なんですごいかっいうとですね、例えばリ,リチウムってありますよねあ。リチウム電池ってありますよね。で、あ、れは特定の結晶構造をやってるわけだけど、だけどリチウムを含むような新しい原子って、あの、いや、あの、結晶っていくらでも今言ったよに考えられるわけよ。あの、不純物をいっぱい混ぜてね。なら、全く新しいリチウム電池ができる可能性があるわけですよ。 で、それはね、半導体とか、まあ、うん、電池とか、あるいは、あの、あの、常温核融合の結晶だって、ひょっとしたらできるかもしれんわけよね。うん、というこの間、超電導のやつがね、うん、なんかそんなんありましたよねああああ。ごめん、常温核融合じゃない。常温超電導、ごめんなさい。この前の、なんとか99とかや,やつね。あれはダメだったけど、あの類のものがね、いくらでもね、作れるわけよ。 ええ、で、実際ね、やってみてね、バークレー、えー、ラボチとか実際やってみたんだそうですよ。で、190何個かなあの、実際やってみ、作り上げたらしいんですよ。実てん。それは確かにね、すごい、あれですよね。で、人、人手ではできなかったことができるようになるわけですよね。これね、ディープマインド社はね、今までにね、やったことで画期的な、まずね、 アルファ5ね。えー、それからアルファフォールドね。えー、これはあの、タンパク質ね。で、えー、今度がノームなんですよ。えー、で、これすごい、つまりね、AI ドリブンサイエンスなんですよ、えーで。人間では絶対できないのか。えー、アルファフォールドもそうですよね、えー。全く新しいタンパク質を作れると。だから、えー これがね、創薬、新しい薬なんかに、ねうん、使えるっていう話ね。だから今度はその薬じゃなくて、化合物ということで、うん、このグノーム、ノーム計画、えー、プロジェクトっていうのはすごいんですよ。で、すごいんだけど、発表されてその後にジェミナイが出てきたから、<ー>全く影に隠れかすんでしまったの。な、うん、あ。同じ会社やのにね、ちょっと調整すればいい。ね、<laughs> まあ、あの、今グ、Google グディープマインドって、こう、一体となりましたけども、 あの、アメリカ側とイギリス側とで、場所としては 2, 2拠点でやってるわけですよね。うん。でも、まあ、うん、そうですよ。でね、僕は感じたのはね、前バードをこけたじゃないですか。ええ、あのバードはね、アメリカ側がやったんです <laughs>、うん、で、ええ、今度のはね、Google と言うけど、実はイギリス側なんですよ。リッープマインドない<え>これ一応ね、 今、Google DeepMind 一緒になったようだけど、ね、やっぱりね、えー、アメリカとイギリスでは違いますよ、えー。いや、あの、拠点としてはね、2>, うん、2拠点でやってるんだと思います。うんうん、でプロジェクト自体も、そんな融合してやってないんでしょうね、ねでしょうね。<laughs> やりながら、だけど、その、プレスリリースみたいな、 ね日程ぐらいはちょっと考慮して <laughs> やったら。残念だったなだって、ジェミイは直接人が使って凄さを実感できるけど、さっきの決勝構造って、本当にそのジャンルの人にしか凄さが分からなくて、地味ですからね、それをそんなタイミングで発表しちゃうのっていうのは、ちょっと残念すぎますね。それを受けてね、我々みたいな、<laughs> いろんな人が大騒ぎしたら、ね、目立つと思いますけどね。うんうん いや大,大きな話だと思いますね。僕は、この前見、そのね、人工知能って特化型と、ナロエアンと汎用人工知能がありますね。はい、で、ナロエアン、うん、狭い人工知能ではね、超知能レベルに達してるのがアルファ5、ロとか、うん、とかアルファフォールドなんですよ。うん、で、まあ、この脳もう、ね、そ,うそうなのよ。うん、だから、これはもう超知能ですよね。うん、で、汎用の方が、あの、一般的人間、 うん、を超えるところか専門的な人間とギリギリ超えるところまで来たというところなんですね。うん、すごいですね。すごいですよ。まあ、だけど、圧倒的な計算力があるわけですから、うん、ね。それ使えばちょっともうトータルでは人間でできないことをどんどんやってる、うん。うん。まあ,あのいうことですよね。知能としては、まあ人間よりちょっと劣ったとしても、その圧倒的な計算パワーで。 すで、うん、にすごいことができる状況になってる。あと、あれですよね。ゲノムですよね。うん、ゲノムも言語ですから <laughs>、解明して。遺伝子配列を、ね、で、そっからなんかいろんなことができるはずで、うん、当然病気とかもそうだけども、新しい生命体作ることもできるでしょうが、それはどうなるでしょうかね。うん,う,んうん。なんかも実際に作るのは多分倫理面ではできないにしても、 シミュレーション上で作ることはできるんじゃないですか。うんうん、研究自体が禁止されてるんでしょうかねもしかしたらね。うんうん、ねちょっとわかりませんけど。まあ、ちょっと、やっぱりその辺を見ると、今回の、あの、ジェミニ騒ぎも、大きいと思いますけども、こっちのノームの方も、シンュラリティにむ進む道という意味では、大きなステップだと思いますね。ね はい、そんなところでいいでしょうか。はい